とりあえずニンニクだけまぶしておきます。こんな感じで焼く寸前まで冷蔵庫に入れときます。途中取れてると思ったら取れてなかった。胡椒と塩を大量に塗った肉の塊完成です。今から焼いていきます。この大きさちょっと中まで火が通るかが心配。中まで火が通るかな。これたら苦しくなってきた。もうダメだ、苦しい。ああ、今頑張ってあと1枚食っとくか。お肉美味しかったです。ごちそうさまでした。いやー、途中なんか取れてると思ったんですけどね、取れてなかったんですよ。これどうしたらいいんですかね。困りましたね。今度からこういうことがないようにしたいと思いますね。今日のは反省です。ということで次頑張ります。ありがとうございました。